皆さんは、この宮崎県の代表選手として、自分は、頑張るんだという意識を持ってですね、取り組んでまいりたいと思います。3年後、2027年の9月に、宮崎、国スポの大会が、開催される予定になっております。ということで3年後ということで、高校の部の、主要な選手が現在の中学2年生、中学1年生、小学校6年生が対象になります。でまあ、その中心となる中学2年生と中学1年生の中の有望選手を、この宮崎国スポの、候補選手として選んで、これから3年後に向けて、全国、優勝を目指して、スタートをしようということで、12月に、一次審査をしました。で、今回が二次選考というようなふうなことで、今回行っております。まず3年後ですが、この国スポに、やはりどうしても出たいというそういう、強い意志を持ってらっしゃる、生徒さん、それから、この地元宮崎を本当にこよなく愛して宮崎県の、ために頑張りたいというような、やはり意欲のある、中学生の皆さんの中から、選考ができればなと、そして3年後ですので、今後、身長も技術も含めて伸びていく可能性のある選手を私たちの方としては発掘をして選んでいきたいというふうにして思っております。はい、今回、第二次選考を経て、30名程度の、選手を選考したいと思っております。その、生徒を中心に、2、3ヶ月に1回は練習会を、開催し、そして合宿や、練習試合等も含めてどんどんチーム力をアップしていきたいなというふうにして思っております。
まあ、3年後に向けて着実にステップアップをしていきたいなというふうにして思っております。